アメリカ国際宗教自由委員会は全世界から集めた宗教弾圧被害者1004人のリストを公表しました。うち中国人被害者が最も多く、キリスト教徒やイスラム教徒、ファールンゴン学習者など548人に上ります。アメリカの党派を超えた連邦政府機関である国際宗教自由委員会のガイル・マンチン主席は2月25日、 信教の自由または宗教的迫害の被害者リストを紹介しました。リストには世界の宗教や信仰の自由の被害者1004人が収集され、うち中国人被害者が最も多く548人に上っています。中にはキリスト教徒やイスラム教徒、ファールンゴン学習者などが含まれています。例えばアメリカ国際宗教自由委員会の資料によると、 湖北省武漢市河北区の55歳の女性ファールンゴン学習者シュクアさんは2017年4月25日に逮捕され2018年7月17日に懲役8年の実刑判決を受け2018年に武漢女子刑務所に収監されましたその後2年間シュクアさんは家族との面会を許可されず娘の陳節定さんが2018年6月15日に 法廷で一度だけ母親の姿を見ましたが、シュクワさんの黒髪はすっかり白髪に変わっていたといいます。ファールンダーファーの情報サイト、ミーフィネットの昨年の報道によると、シュクワさんはファールンゴンの修練をする前は、左足に障害がありましたが、修練してからは普通に歩けるようになりました。シュクワさんは2017年4月25日の午前7時過ぎ、買い物に出かけた際に、 自宅付近で待ち伏せしていた私服警官のグループに強制連行されました。このほか国際宗教自由委員会の宗教の両親の囚人プロジェクトのリストには2015年7月9日に中共当局が人権派弁護士活動から約300人を一斉連行した709事件で逮捕された北京の人権活動家の公席根氏や 香港市アップルデイリーの創業者のジミーライ氏、パンチェンラマ11世、ゲンドチン、中キニマ氏なども含まれています。アメリカ国際宗教自由委員会は、今後も宗教的迫害に関する情報の収集を継続し、人々からのより多くの情報提供を歓迎するとしています。NTD ジャパンがお伝えしました。